東京千代田区にある国立劇場、歌舞伎、文楽、落語といった日本の伝統芸能を上演する場として昭和41年に作られました。今の若い人から見れば伝統芸能といってもピンとこないかもしれませんが、先月そんな状況に一石を投じる実験的な試みがここで行われたのです。現代の人気作家3人が書いた新作の上演です。町田光さんのなにわ節、中島ラモさんの落語、そして筒井康隆さんのにわか芝居、笑いの復活三番勝負では、この新作公演を紹介しながら作家と演じ手が伝統芸能の魅力と新しい笑いについて語り合います。2回目の今夜は作家中島ラモさん、落語家桂寂三郎さんの2人による新作落語の世界です。芝居の脚本、小説、エッセイ、幅広いジャンルの作品でシュールな笑いと独特のユーモアを綴ってきた中島ラモさん。その笑いの原点は子供の頃から大好きだった落語だといいます。落語好きが高じて9年前から書き溜めた新作落語はすでに30作に上ります。今回は平成4年に書いた新作落語牛相撲を、設定を現在の相撲界に合わせて書き直し、初めて講座にかけることにしました。公演初日、ラモさんは本番前の楽屋を訪ねました。ラモさん流の笑いを落語という話芸に仕立て上げるのは、上方落語界の奇才、桂寂三郎さん。これまで古典落語だけではなく新作落語も積極的に取り上げてきました。狂気だったんですか。そうです、先前の日から来るほどのことも別に何も落語ってね、リハーサルとかそんなもうほとんど時間まずはありませんからね。まあ、落語の口調に直さないかんので、ごちゃごちゃ公約入れたりなんかごちゃごちゃしましたけど、なんかこうしょうもないこと入れていかんと、しゃべる方の落語には、ね、なりにくいんでね、大体もともとね、こう読む落語として書いてあるから、ね、そのままずっとしゃべるとちょっと、なんかしゃべる落語としてはちょっとね無理があると思うんで、なんかしょうもないことがじゃありません。なんかまあまあ自分の口調にこう持っていったんで落語になったかなとは思うんですけどね。新しい伝統芸能と題された国立劇場の試み、なにわ節に続いてラモさんの新作落語が発表されました。変わりまして、私のもよろしくお付き合い願っておきますが、私が桂寂三郎と申しましてね、決して怪しいもんではございませんのでよろしくお願いしますが、顔見たらちょっと怪しいございますが、もう落語でございますんで、もうどうぞ気楽に聞いていただくのが一番でございましてね、もう何も考えんともうぼーっとして、もう口開けて笑いながら聞いてもらうと遊んでいいわけで、あんまり一生懸命聞くようなもんじゃございません。落語というのはね、こっちも一生懸命やりませんし、手抜くわけやないんですが、そういう芸なんでございますね。また一生懸命やっても一生懸命やればやるほど遊んでるように見えるという不思議な芸でございますな。浪曲のようになんかこう一生懸命やってるように見えない、向こうは やってはりますよ、ほんまにね、ほんまにやってありますが、まあ不思議な芸で、またなんか日本人はね、こう真面目な方が割と多いんでございますね。これ落語でもね、こう真剣に真面目にこう一生懸命聞く人あるんでございます。せっかく今日は落語を聞きに来たんやから、もう落語から何かを得て帰ろうという、そういう人があるんでございますね。言うときますが何の役にも立ちません。
んですから何も考えんとぼーっと聞くのがあの一番でございます。特にまた今日の落語が特にそうでございましたね。はい、あの一生懸命聞いたら後で損した思いますから、一つも本当にええ加減に聞いていただくのが一番なんでございます。何しろ中島ラムさんの作でございますからな、ラムさんという方変わった方でございましてね、まあ、今作家でございますがね、昔はあの広告屋さんでございましてですね、いろんなコマーシャルなんか作ってはったそうでございますが、なんかいろいろと、まあ、優秀な作品もあるんでしょうけども、あの没になった作品というのもたくさんにございまして、有名なやつがあの墓地のコマーシャルを頼まれましてね、お墓のこの霊園の、あのコマーシャルを頼まれて、作ったやつがですね、まずこのお墓がバーンと映りましてね、で青白い光の中にお墓がボーンと映って、その後ろから幽霊がこうわーっと出てきてね、ええとこだっせこれボツになったんでございます。でそうかと思うとあの鉄骨住宅のコマーシャルを頼まれましてね、これ鉄骨住宅のコマーシャルでこう考えたキャッチコピーというのが、家は焼けても柱は残る。もちろんボツになったんでございますね。そういう人が作った作品でございますからな、まあ、いくつかあのいくつかというかかなりの数を書いてありますが、私も何本かやらせてもらったことはあるんですが、一番最初のラモさんの落語ですね、ラモさんの作の落語というのは、あの私の会でね、初めて自分でやりはったんでございます。あの私大阪で弱酸性アルカリ落語の会というのを昔やってましてね、8年ぐらいやってたんでございますが、そこで「あの私落語をやります」みたいな、ランボさんがね、自分で作ったやつやりますみたいな、「へえこれ楽しみやな」って、それがもう第一作目やったんですけど、どんな落語をやりはんねやろな、もう落語家連中みんな興味津々でございまして、それでもみんな一生懸命こう聞いてましてね、ちゃんと着物を着て出て行って、で、まあ、枕をまあいろいろ振ってはったんですが、今度終わるんかな、落語にはなってないな、漫談やなと思ってたら、それでは、せっかくですから落語をやります、ね、落語をやる言うたからやります、どんなんかな、またこんにちは、人弁はいたりますか、こんにちは、いたりますか、すみません、こんにちは、人弁はいたりますか、あ、言うときます、こんな上手なことないんですよ、これが上手かどうかわからんと思いますが、あのこんにちは、人弁はいたりますか、人弁はこんにちは、あれ誰もおれへんのかいな、誰も出てけへんかったら落語になれへんねんけどな、誰か出てきてもらうなんか、こんにちは人弁はん、あれおかしいな、勝手に上がったろ、すんまへん、ガラッと開けると、あ、死んでる、混んでしまいでございます。これで転がるように降りていて、そのまま帰りはりましたからね。これがラモさん作の第一作目の落語なんでございますね。これにもかなり私は驚きましたが、もっとびっくりしたのが、なんとこのあとしばらくしてから知ったんでございますが、なんとこの落語には「甚兵衛の死」という題があったんでございます。これにはもっと驚きました。苦し紛れになんかその場で思いつきで言うたんかな、またちゃうんですね、確信犯やったんでございますね。びっくりしてしまいましたが、まあまあこれはまあその人が作った作品ですから、一つ覚悟を決めて聞いていただきたいと思いますけれども、相撲のお話でございましてね、まああの今お相撲さんみんな大きいですな、体重200キロ以上の人いっぱいありましてね、昔150ぐらいでも大きい方やと思ったんでございますが、私あんまり大きいのはいかんと思いますね、もう200キロ超えたら反則や思うんですけどね、なんかハンディつけた方がええんちゃうかと思うんですが、50キロ以上差があったらもうなんか膝ついて投げてもええとかね、片足ぐらい出てもええとか、なんか蹴ってもええとかね、なんかがいるんじゃないかと思うんですけれども、またこの相撲部屋もこういろいろとありまして、この双子山部屋とか武蔵川部屋のようにこの横綱大関三役力士がもういっぱいいてるというような大きな相撲部屋があるかと思いますと、どうかと思うともうお弟子さんがほとんどおらんというような小さな相撲部屋も結構あるんやそうですが、おかみさん、おかみさん、誰や、いや誰やと、私ですがん、鳥柄山ですがん、なんや、鳥柄山かいな、鳥柄山かいなって、うちには私一人しかいてませんがな、あ、そう、私まだあの貴乃花が呼んでんのかと思って、貴乃花ってあれうちの飼い犬ですがな、犬が呼んだりしますかい、ね、だいたいね、あの飼い犬によその部屋の横綱の名前なんかつけてええんですか、ええやないの、せめてものうっぷんばらし、そんなとこでうっぷん払いってどないしまん、なんやの、いや、あの稽古終わったんでちゃんこにしたんやつか、あ、それやったらそこにできてるし、今ちょうど煮えかかったとこ担当上がり、あ、ごっちゃんです、なるほど、煮えてるわ、
あのおかみさん、うん、誰や。私ですがな。いちいち聞かんがって分かりますやろ。聞いた方が大勢いてるみたいでケーキがええやろ。そんなうちなの。あのね、これあの味噌のスープがね、グラ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 煮立ってるだけで中何も入ってないんですけどね、はあ、今日は味噌ちゃんこ。味噌ちゃんこってあのここ入れる具は、え、あの具、いや具って、具ってって、いやあのイワシのつみれとかね、あの鶏肉とか豚肉とか白菜、油揚げ、ごんぼ、大根、人参、アホ、せっかくええお出汁が取ってやんやで、そんな肉とか野菜なんか入れたらせっかくの味が壊れてしまうやないの。ちょっと見てみ、この鰹節の出汁柄、こんな容器鰹節つごてんねんで、あんたこれ上等の鰹節やし、そんな贅沢すんねやったらね、せめて魚肉ソーセージでも入れといてくださいよ。何を言ってんの、せっかく人がこんだけええ出汁取ってあげてんのに、ほんまにもう、ええー、あぶくさん、何しますねん、出汁投げ。しょうもないことせんといてくださいよ。なんもうこれすくってすくい投げ、あたたたた、無茶しないな、ね、なんかないんですか。うるさいな、もうその横手のカゴにあの八百屋さんから戻ってきたキャベツの外側の葉っぱが切って入れたりやろ。え、横手のカゴ、あこれですか、ゴミやと思ってたこれ、あキャベツが汚いキャベツやな、これ、これ入れますかこれ、でさでさ、キャベツばっかりやんこれ。おかみさん誰や。私ですがな。これあのキャベツだけですか。そう、これからのちゃんこはヘルシーやないといかんの、ベジタブル味噌ちゃんこで持久力のあるスタミナを作らなあかん。いやそのね、スタミナやったらね、やっぱ肉の方がつくと思いますけどね。私この間ね、よその部屋へ出稽古に行ってね、もうまた割りしてただけで頭フラフラフラとなったんですよ。ええやないの、合法的にトリップできて、ええことありますかいな。この間の取り組みの時なんかね、こうやってこう仕切っててね、パッと立ち上がったら立ちくらみがしてね、クラクラっとなって、これでこけて負けたんです。それって決まりってどうなんの、知りまんかいな、ほんとほんまに。ようなきらくなこと言ってるわ、ほんまに。おかみさん、誰や。私ですが、誰と喋ってましたよ。いかが出てきました、いかが。やっぱこんな入れてくれてはったんですね。ありがとうございます。それな、私があのキャベツの芯のとこ、いかに見えるように切っといた。ちょっとした思いやり。しょうもないしなんの。本にキャベツや、ほんまに。けど親方なかなか帰ってきありませんね。超特急の新人オーバースカウトしてくるって出て行ったきりもう1ヶ月ですよ。もうほんまに帰ってきはるんですかね。ちょっと待ちな、何かあんたうちの人が私も部屋も投げ捨ててどっか行ってしまったと来ないのかい。元相撲取りだけに投げ捨てるのは18番です。何十年こらいいや、座布団1枚やってくれ。何言うてんの、しょうもないこと言うてんねやないかな。おい今帰った、言うてたら帰ってきはったやねん。お帰りやす。あ親方お帰りやす。おう誰や。ちょ親方まで。いや鳥柄山ですが。お鳥柄山か、えらいスマートになったから分からんなんだ、毎日ねベジタブル味噌ちゃんこでスマートになったんですわ。あのかお前、本書いたらだよ本。えちゃんこで痩せるダイエット。売れるぞ。いや私太りたいんですけどね。であんたどないでしたんや。えあちこち回ってきて強なりそうな子見つかりましたんか。おおやっぱり歩かないかもやな。いや四国の方ずっと一月回ってきたな。ああとんでもない大物オーバースカウトしてきたぞ。いや一緒に連れてきた、さあ小手山こっち入れ。あぶくさん、これ牛やないの。そうじゃ、体重500キロ土佐の闘牛じゃ。わあ親方ありがとうございます。これでしばらく肉に不自由しませんね。毎日すき焼きですね。だお誰がすき焼き用の牛と連れて帰ってくんねん。これはわしがスカウトしてきた新弟子じゃ。けどこれあの牛でしょ。そうじゃ、まあ、土佐でな牛の相撲というのを見せてもうたんじゃ。牛の相撲、そうじゃ、牛の相撲に比べたら人間のなんてカスみたいなもんやな。あそうですか。それを見た時にわしはピンとひらめいたな。あなんかひらめきました。だいたい今の日本のこの相撲はな、このハワイとかモンゴルとかアルゼンチンとかこういろんなとこからこう来て相撲取りがこういてるわな。あまあ言ってますな。つまりこの相撲取りは日本人やなかったらいかんという規約はこれどこにもないわけや。まあそれはそうですな。ついでに言うと相撲取りは人間やないといかんという規約もこれどこにもないわけや。ええまあこれ一つの穴やな。穴ですかね。そこでわしはこの土佐でこって山おば有金をはたいてこうできたんじゃん。へえ、ほんな、なんですか、そのこって山っていうのはその闘牛の横綱かなんかですか。いやいや横綱なんかとても買えるかいな。これはお前と一緒、まあ闘牛の世界では、まあ、ジョニダンぐらいのもんやな。あんまり弱いんでな、肉屋の方へ回されるとこわしがちょっと待ったって言ってこうできたんだ、というのがこのこって山、まあ、闘牛は弱いけどな、たった一つ大きな特技があるんじゃ。特技何ですか。
この子ってやら、なんと牛のくせにチンチンができる。何ですか？チンチンして二本足で立って歩くことができるな。二本足で歩きまんのこいつ。そうじゃ、これ見た時にわしゃまたピンときたな。 またピンときましたか。ああ、まあ、なんぼ開けた相撲の世界でもな、牛をそのままこう土俵に上げるのにはちょっと抵抗あるやろ。その抵抗ありますやろな。そこでじゃ、このこってやまは人間ということにしてしまう。そんなことできますか？できるな。ああ、だいたいこのな、こう二本足でまっすぐ立って歩くのは人間かペンギンぐらいのもんや。うん、このこってやま見てみ、どう見てもこいつはペンギンには見えんな。でこいつが二本足でまっすぐ立って歩いたら、どうしてもこれは人間にしか見えんな。そうですか？そうですかってわからんかお前。ね、二本足でまっすぐ立って歩くのは人間とペンギンしかないねん。こいつはペンギンに見えんねんな。ということはこいつが二本足で立ってまっすぐ歩いたらええな、人間にしか見えへんねんか。わかるか？おああ、そういうと、そうですね。そやろ、これもどうしても人間や、こら。うん、わかるやろな。でにもう土曜やがったらこっちのもんや。なんといっても体重500キロの巨漢じゃ、まあ大抵の相手なら、まあ、ぶちかまし一発で土俵の外へ突き飛ばされるな。まあなんぼあるとはじゃ幕内力士ぐらいにはなると見とる。そうですか。そうなったらうちの部屋にも谷町がついて、もうバンバン剤じゃ。なこってやま、うーん、おわわわ、たたたたたた、うわ、鬼決定の牛やな。はあ、けど親方これ飽きまへんで。何がと、これどう見てもこれ牛は牛ですよ。これ角生えてるしね、尻尾生えてるし、こんなもんお前大銀杏のカツラつけてやな、回し締めて尻尾挟み込んだら分からへんが。けど毛生えてるし、蹄生えてるし、なもん毛なんかみんなそっと思うてやな、ひずめのとこはテープぐるぐる巻きにしたらもう分かれへん分かれへん。さあ、人間というのは不思議なもんでございまして、まさかこの牛が土俵へ上がるとはみんな思ってませんからな、ちゃんとこう曲げつけて回し締めて二本足でまっすぐ立ってこのこう歩いたら、このちょっとこう大きいやつがね出てきたら、みんななんかおかしいなと思いながらまあこういう人もあるかなと。まさか牛やとは思いませんからね。もし、えらいのが出てきましたな。すごい新人ですな。もう初相撲以来ずっと勝ちっぱなしですよ、このこってや町の。そこや、えらいもやな。いよいよもう幕下上位、もう十両目前ですよ。すごいな。しかしね、今日の相手はそう簡単にいきまへんで、元幕内力士ですよ。体重200キロぐらいありまんね、あれかって。今日はそう簡単にいきまへんで、まあそうでしたらええ相撲になりましたろな。しかしね、こってやまね、あ、強いのは私認めますけどな、どうも私好きになればやねん、これは。なんでだな、だいたいちょっと顔も人間離れしてまんけどな。見てみな、あれいつでもね、あの人こうよだれたらーなーなーしましたろ。あれね、ちょっと行儀悪いんですよ。行儀悪いとかってそういう体質の人なんでしたろ。そうかな、ね、塩まくときに嬉しそうに塩舐めましたろ。こっついしたやな、これ。これね、あんなんかおかしいなやつな。ああしてこう立ってると なんとなくおかしいねんけど、ああして仕切るとね、こう前に両手ついたらごっつい安定感ありましたろ。ほんまでな、はあ、すごいな、なんでやろな。あら、たたたたたた、あら、ペレ、もっと幕内力士はガチッと受け止めた。大抵のやつは一発でバーンと突き飛ばされるのにね、受け止めた。あら、頭押さえよった、見てみなよ。今日はこって山なんぼのなんでもこれね、頭からこう押さえ込まれますよね、押しつぶされますよ。見てみな、見てみなよ。うわー、あらた、頭で後ろに投げよった、おい。えらいもんやな。あれ、なんですあれ。いぞりかな。いぞりってあかんなんだか。頭でバーンと後ろに投げましたで、ね。ああ、頭投げ。頭あるかよ。さあ、これからもこって山ずっと勝ち続けまして、あっという間に幕内力士になりまして。幕内入りまして、初めての場所も初日からずっと勝ちっぱなし。いよいよ今日が10日目。もう、ついに横綱ハゲボノと対戦することになりました。さあ、いよいよ横綱です。えらいもんでんな。いやー、すごいな。横綱と当たるまでいっぺんも負け知らずや。すごいな。しかしね、横綱も今日はなんぼなんでも負けられん。何がなんでもね、俺は面目があるな、横綱。そりゃそうやな。ほら見てみ、やっぱり横綱も今日は気合入ってるわ。見てみ、真っ赤池の回し締めとるな。ああ、いつもあんなん締めんのに、ほら見てみ、真っ赤池の回し。ああ、ほんまやな。はあ、けどないで、横綱も気合入ってるけど、こって山も気合入ってるで。横綱なんかあの回し見つめてグー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 言うてる。
えらいね、興奮しとるで、ほんまやな、あらんで、つっかけよった、つっかけよった、また仕切り前やで、もうつっかけとんがん、わ、話されよった、話されよった、ああ、またつっかけよった、おい、へ、どれになった、えらい興奮しとんがん、あらんで、ああ、また行けよった、もう横綱、えらい怒ってるで、これもう立つで、もう横綱もう立つで、もう腹立ってるで、あら、たたたた、あら見てみ、ああ、やっぱりそういや、さすが横綱、ガーッと受け止めた、えらいもんやな、おしかし、えらいもんやな、え、こっちはあの、回しに頭つけて、ガーッ押していっとるがん、わ、回り込んだ、回り込んだ、ぐるぐるぐる回っとるわ、離れへんで、頭つけたまま、離れへんで、おい、なかなかは出されへんわ、さすが横綱やな、ああ、あかん、おい、えらいもんや、花道のとこ、バーンと横綱飛ばされたから、転込んでいったで、横綱がすごいな、ああ、こっちはまだ追いかけていっとるがな、おい。横綱逃げていきょる逃げていきょる、うわあ、こってま四つん這いになって追いかけていきょるがろ、あ、二人とも外へ出たもんだ、どないなったんだ、おいおい、鳥柄山、あ、親方、こってまどうなったんじゃね、知りまへんけどね、あの後楽園ホールの方へ向いて走っていきました。何、後楽園ホール、柴田プロレスに引き抜かれた。牛相撲いかがでしたか。ラモさん流の笑いは落語という伝統芸能の枠の中でもうまく伝わったでしょうか。作家と落語家がそれぞれの笑いについて語り合いました。どうでしたですか。とりあえず面白かったですわ。そうですか。まあ、自分でも、まあ受けてたなということは分かるんですが、あんまり客観的によく分からない。俺は客席でかなり前の方で見てたけど、もうボンボン弾けてましたね。ただまあ、受けるここを受けるなと俺が思ってたところとは違うところでボカーンと受けたりね。そうですね。あの新作の場合ほんまにね、やってみんと分かりませんね。大体にこの今までいろんな新作やったけど、ここが受けるやろなと思ったんが受けへんかったり、全然思いませんかったとこが受けたりとか、よくあるんですよ。まあ今回は、まあ、僕はやってて、まあ、この辺受けるやろなというのが大体思ってたような感じでしたけど、まあ多少はずれてますかね。それからそれにしてもね、いや本当はね、再やる前は、その辺に受けると思わなかったですわ。ほんまにわからんもんですな。そうですね。お笑い好きな子やったんですか。あれですか。子供の時は遠足で、あのバスの中でジュゲームジュゲームをやったりね。あ、やりました。覚えちゃって。そんな子やったですね。割と、まあ、僕もそうですけど、僕はあのやろうとは思わなかったけど、その落語とか漫才聞くのは好きでしたね。やる方に回るとは思わなんだろうけどね。ラモさんはやる方に回ろうとかは気はなかった。いや、俺はそう人前で何かするっていうの、じゃなくてやっぱり書く方やったですね。だからそれで落語をこんなたくさん書くとは思ってなかったですけどね。成り行きで書いてって、で、あ、こうしたらいいやみたいな、ノウハウが徐々に分かってきたりとか、やっぱり難しいなとは思いますね。有線引いたんですよ。でね、有線で410チャンネルかチャンネルがあるんですよね。あ、そんなありますか。で、まあいろんな音楽とかあるんですけど、あの落語と漫才のチャンネルもあるんですよ。でずっと落語のチャンネルに合わせてかけてたら、やっぱ同じもんかな、ペンも出てくるんですよね。あ、同じもん出てきますか。あの人が違う、違って違うのもあるし、同じのもあるし、で初学師匠の落語なんかもう20、落語なんかもう20編ぐらい聞いてるんですよね。さすがにね、もうそれ1日に20編も流れるわけないでしょ。いや、まあ、あの1月にとかですけどね。1月の間ずっと聞いてたら、同じもんがいっぱい出てくるしね。でも全て聞き尽くしたっていう感じがして、なんか
ちょっともっと新しいの欲しいなと思うんですけど、で、あの世界各国でまあ笑いのエンターテイメントみたいなもんがあるでしょ、で各エンターテイナーがいたら一人やっぱり多くて500ぐらいのネタ持ってますわ。トークでも何でもね、漫談でも何にしても、でそれが500かけるの世界中何人おんのか知らんけど、もう膨大な数になるわけですよね。で日本の落語だけはね200人おってネタが200しかないとかいうのはね、でネタの数がもう圧倒的に少なすぎるなと思うんですよ、だからその200人の話し家さんが、あの1人3つ作っても600ぐらいはなるじゃないですか、まああかんやつは淘汰されていくやろうけどね、でなんで日本の落語だけねこんなネタの数が少ないのか、桂三枝さんと話してたんですよ、で確かにその通りやと、でそんなこと言うんやったら、あんたも作りなはれ言われてって言ってて、で分かりました作りますって、それであの芸本書きはる、50本ぐらいは作りますいう話をしてて、で、野生時代っていうね、月刊誌に毎月1本落語の新作を書いてて、で今でね29本かけた、はい、ジンベエの一生いうの入れて30本これもね、あのまあ生涯は作家でしょ、で落語書く時っていうのは、まあ、いっぱい飲んで、あの出だしのきっかけみたいなのだけあって、でダーッとそのまま書いちゃうんですよ、で15、6枚ぐらいですね原稿用紙で、であっという間に書いてしまうんですけど、オチも決めてるな一応。オチ先決めてますか？いろいろです、で落ち決めなくて最後になってうーん言う時もあるけど、でやっぱりあのサッカー書くもんやから、あの実際板に乗って、可能なもんと不可能なもんとあるんですよね、読み物としては面白いけど、実際に落語家にやってもらったら、もう一つあかんとかね、で言葉が違うとかね、なんかそういうのはしょっちゅう感じましたね、やっぱりこう誇張というのがこうあるんで、だから本当言うとだから書く方でもこの誰から落語家をこう想定してもらって、あるいは自分がもう落語家になった気で、で喋るような気でこう書いてもらった方がこう落語らしくなるとは思うんですけどね、長田貞夫さんなんていうのはあのもうえらいもんで、僕なら僕の口調で初めから書いてあるんです、ザコバさんならザコバさんの口調で書いてあるんですね。枕からですか？枕からもそうですね。あ、そうですか、もっとそこには最近東京の落語も書いてるとか、それもちゃんとそういうふうに書いてるらしいですよ。まあだからあの長田氏の本なんかやったらそのまま読んでざっとそのままやってもまあ舞台でやれるんですけどね、ラモさんの作品の場合は、まあ、今回のやつなんかとやっぱり自分の口調にやっぱりちょっとずつ直していくというかね、それはやっぱりちょっと必要やったんですけどね、芝居で言ったら脚本があって、で脚本っていうのはあの楽譜みたいなもんなんですよね、あの音楽の、で実際演奏してみたら、あのこれ変やっていうので、どんどん変えていっていいもんなんですよ。ああそうですか、読み物として楽譜だけを読ませる人っていうのは、どっちかというと損してると思うね。実際話し家さんがやってるのを聞いて笑う方がよっぽどハッピーなんであって、あの読み物として読む分には楽譜集を読まされてるようなもんだね。そうですね、ちょっと辛いでしょうね。まあそうですよね、あの芝居もね脚本読んだってそんなに面白いことはないでしょうね、よっぽど好きな人じゃないとね、それは聞くのんと、ね、読むのんとそれはまあ全然違うでしょうね。落語なんか特にそうやと思いますわ、
で今度の牛相撲っていうのも、うん、酔っ払って書いてたんですけど、ね、あれ酔っ払って書いてたんです、酔っ払って書いてたんです、はあ、初めから初めから、はあ、であれはもう、うーん、とにかく何、牛を相撲取りにしたらおもろいやろなというだけの発想そうですですか、ええ、はあ、そういうあの異種格闘技のね、はい、熊とやったり、はい、牛とやったりっていうのは、はい、頭の中に染み込んでるから、うん、あれは、はあはあ、それやったら、はあ、大相撲に牛出したら面白いんちゃうかなと思って、それもあの貧乏部屋でね、ちゃんこもままならないような貧乏部屋で新人として牛をスカウトしてきて、で戦わしたら面白いんちゃうか、そうですね、あの貧乏部屋ということにしてるのが一つのあれかな、成功かなと思いますね。まあ、実際そのそういうお弟さんがまあおらん部屋とかいっぱいあるらしいし、でそこで苦し紛れにまあ牛をまあスカウトしてきたって、なんぼ苦し紛れの本当は牛まではいかんけども、まあそこに一つのちょっと説得力はまあありますよね。苦し紛れでありうるかなという、落語ってやっぱりあんまり飛びすぎると落語にならないんですよね。なんかこんなこともあるかなとか、あり得る範囲で書かないと、うん、大体がね、うん、よくね、あの新作落語でね、あのみんな失敗しはんのがね、あのもしこれがこうやったら、うん、みたいな発想が多いんですね、うんうんうん、とんでもない発想、うん、例えばこの椅子がもし歩いたらとか、うん、なんかそんなとこからこう書く人がちょいちょいあるんですよ、うんうん、それ大体落語になりませんね、うんうん、コントにはなるんですよね。あ、なるほど、うん、落語はなんかほんまにあるかなと、ありそうでないことね、うん、内容であるようなことが大体こう落語の世界ですよね、うん、はい、これはあの頭山の花見ですか、はい、あれが好きでね。あ、そうですか。で自分あれは自分の頭に木が生えてる、そうです、あのさくらんぼを飲み込んでしまって、はい、飲み込んで種を飲み込んでしまって、はい、頭のてっぺんから桜の木が生えてくるというね、うん、みんな花見に来るんですよね。そうです、そうです、それがね、あれがギリギリのとこですね、うん、これを桜の木がここから生えるのを許せるかどうか、うん、想像できるかですよね、うん、僕はね、どっちかというとあの辺まで行くとちょっと想像辛いとこあるんですよ、うんうん、おもろいなとは思うんですけどね、うん、なんかそこまでなんか想像できないというか、うん、どないなってんのかな、こんなところばっと、まあ、生えるのは生えるとこまでは家として、うんうん、そこへ皆来てここで花見するというとこまでね、僕の頭では想像が広がらないんですよね。やっかましいな、頭の上がとか言ってて、あのどないしてここへ全部飲んねんとかそこまで考えてしまうたらまあかんねんけど、それが僕はなかなかそこまで想像できないんですね。桜の木が、うん、あの、うん、ほんでね、今度やかましくこれ抜いてしまうんですよ。池ができる、でその後池ができて、うん、ここでまた船遊びなんかみんなしだして、うんうん、やかましいからこの自分の頭に頭の池に身投げして死んでしまうという話で、うん、そのどないして身投げすんのやとか、うん、それがまあ面白いといえば面白いんやけど、うん、僕のこの頭ではちゃんと想像できないんですよね。でまた、うん、あの笑いにはなりませんよね、うん、ちょっと考え込んでしまう、考えますよね、うん、考え込んでしまいますね、うっていう、うん、なんか分かるような時もあるんですよ、うん、おもろいなと思う時もあるんやけど、うん、あのなんかちょっと引っかかってしまうんですね、うん、僕はね。日本はあれですか、新作いうのは誰が書いてんの、うん、まあプロの作家というのは長田貞夫さんだけでしょ。一人だけですよね、で一人だけですよ。これ古今東西初めてちゃいますか、ですね、落語作家というのを職業にした人は。昔は漫才作家っていうのよく言いましたけどね、漫才作家は今でもあのいっぱいいてはると思うんですけど、大体あの新作落語の場合はあの今でもそうですけど自作が多いですね、はいはいはい、大体今その自分で作る方がこう、うん、なんか笑わすあのパターンとかなんかあってやりやすいと思うんですけどね、うん、だ僕はまああの幸か不幸か全然そう作る能力がないのと、でもう一つはあの自分で作ってやるとね、あの、うん、こう広がらないでしょ、うんうん、自分で作ってやった時点でもう
終わりですわね、うんうん、でところが作家の方に作ってもらってでやるとやる時点でまずまあ自分なりにちょっと直すこともできますわね、うんうん、でまあやるで今度それまた書いてもらった人が聞いててあここはあの直してもいいけどここはこんなこうした方がええとかね、うんうんうん、ここもうちょっとこうなると思うんだけどあんまり膨らまなんだから、うん、あの盛り上がらなんだからちょっと変えまよかとか、うんうん、で相談してこう、うんうん、まだ大きくしていけるんですよね、うんうん、だから、うん、分かれてる方がね作家と演者が分かれてる方がもうむしろええんちゃうかなと思ってるんですけどね、うん、俺は思うんですけどね、うんあのまあ、いろんな能力持った人がいますよね、はい、作家としての、はい、で結局ねお金のある方へ流れていくねみんな、うん、だからね、うん、今のそういうギャグのセンスのあるやつとかはね、はい、コピーライターになったりコマーシャルのプランナーになったり、はいはいはい、そういうお金があるとこへ流れていっちゃうわけですよ、はい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 、なかなか落語のとこへねあの淀んでる人みたいなのはありえないよな、ね、わけなんですね落語なんか活況らんお金ならへんから、 金ならんから、うんうん、だけどねそれもあるでしょうけどあの落語ってなかなか書けませんで、うんうんうん、なかなかほんなら金やるから書いてねえ言うてね、うん、書かしてもね僕そんなに書けないと思いますわ、うん、一流のそのなんか、うん、コピーライターの人とかでもね、うん、あの一流と言われる人ほど書けないかもわからんですよ自分の方式があるもんな、うんうん現に今までそんなになんかそういう今まであるんですよなんかこう小説家の方がこう書いたりとか、うん、あんまりね大差も残ってないですからね、うんで懸賞金出してあの募集したりもあるんですね、うんうんうん、それでもあんまりねこれというのはこうもうずっと何年も残ってみたいな、うん、誰かがそれを得意にして、うん、今でもこれはこの時、募集した作品やみたいな、うんあんまりというかないですね、うん、古典は古典で聞いてて、うん、あ面白いなとは思いますね、うん、だから、うん、淘汰されてるからあの、うんまあ、やっぱりあかんたれなものがないねよくできてますよね、そうです、まあ、残ってきたやつですから、うん、生き残ったやつばっかりやからそれはやっぱりすごいですやっぱ古典で残ってるやつっていうのはね、うんうん、で一回ねあの中国の、はい本を読んでたんですよ、はあ、したらあの小話が出てくるわけですね、で唐の時代やから700年代、はい、西暦、はあ、で見てたらまんじゅうや肉まん屋がおってね、で前から学生が来るから、うん、脅かしたら言うんで、うん、お前は何が一番嫌いやって聞いたら、うん、肉まんが嫌いだって、うん、だから部屋へボンと掘り込んで鍵閉めて、うん、で肉まんをドサーッと掘り込んで、うん、様子見てたらどうも食べてるらしい、うん、パクパク言う音がしてる、お前嫌いや言ったら肉まん食べてるやないか、ほんまは何が嫌いやって言ったらウーロン茶がいっぱい怖いっていう小話が、はいはいはい、700年ですよ、あの西暦万寿怖いの原型が、ね、14世紀間ぐらい生き残ってるわけ、はい、その間に面白ないものはどんどん淘汰されていってるやろうしね、で万寿怖いは生き残ったわけです、そうですね、未だにね、今日本でこないやられてるとは知らんねん、うんうん、だから恐るべきもんですよね古典っていうのはね、うん、新作もなんぼようできててもそれは一発でそないにすごいのはだからできへんと思うんさ、うん、何代かこう誰か一人得意にして今度次のやつがやっ て, ってやっぱりなんかこうやって いってでしょうね、うん、一回で古典に対抗できるようなもんってそう簡単にはできんやろうと思いますね、まあ、俺はもう100本に1本ぐらいの割やろうとは思ってるんですけどね、100本これから先書けるかどうかやったら自信ないんですよ、そうですね、僕もその昔あの弱酸性アルカリ落語の会っていうのをやってて、はい、8年ぐらいやって70本ぐらいこう
ね、月1本ずつぐらいやったんですけど、その残ってるというか今でもあのまた繰り返しやれるなよのね、6、7本ですもんね、はあはあはあ、そんなもんですわ、うん、はい、それでもよう残ったなと思ってますけどね、うん、僕は、うんうん、この新作でずっと残っていくようなものだ、確かにそれは100本に1本いうこともないけど、うん、まあ、10本に1本ぐらいの木で、うんうん、なんかこうとりあえずどうかなぁ思ってもちょっとおもろいかなと思ったらなんかわっと書いてもらったら、うん、意外とこれがめちゃくちゃおもろになったりとか、うん、それだけでは弱かったのここにもう一つなんかポッと付け足したりとか、うん、合わせたら、うん、すごいものがボンとできたりとかいうことはあるんちゃうかなと思う、うんうん、僕の経験ではそんなに近いようなことはありましたですわ。でしょうね、なんか A っていう案と B っていう案があって、ええ、で普通ねこれくっつけると足し算になるんですよね、はい、A 足す B みたいなものって、ええええ、それはもうそれだけのもんでしかないんですけど、ええ、あのね稀にあるんだけど掛け算になる時ある、ね、はい、A かける B みたいになってしまって、はいはい、そういう時はあのどう言ったのかな、もう書き手の力じゃないですね、神さんが降りてきたみたいなね、それで面白いのできる時もあるんですけどね、うん、そうですね、あれなんですかね、あのノリというんか、あのそんなんありますね、うん、僕もなんかこう考えてて、そのなんかなんでこんなこと思いついたんかなとか思う時ありますよ、うんうん、そのこうやって考えてこう絞り出したとかじゃないですよね、うん、なんかふっとなんか変なことを思いついたとか、うん、ずっと喋ってる間になんかその言葉がポンと自然に出てきたりとかいうことはあるんですけどね、やっぱりもっと新しいものがいっぱい欲しいと、で、うんうん、自分で楽しみたいからね、はいはい、かあの新作みたいなものもどんどんできればいいんじゃないかと思うんですけど、うんうん、でも絶対必要は必要なんですけどね、結構しんどいんですよあの書くのね、そうでしょうね、で、オチができへんとかね、いろいろなことあるんですけど、まあ大抵はいっぱい飲んで書いてて朝起きたら原稿用紙が机の上に置いてあって、なんやろう思ったら昨日の晩書いた落語で読んでみたらまあまあ面白いやんけみたいなね、それすごいですね、書いたこと覚えてないというのは覚えてない、それであの要はあのね、僕らはもう酔うてる時とかなんか半分寝ぼけてて面白いことこっと思いついて ねでこうメモしといて、朝起きたら全然おもろないっていうのはようありますけどね、俺もしょっちゅうありますよ、そこそこ面白いっていうのはすごいじゃないですか、うん、なんかね枕元にメモ用紙があって、ええ、冷蔵庫って書いてあるね、なんやろそれだけでも分かんない、これよっぽど面白かったやろな冷蔵庫だけでも絶対思い出すと、そう書いた時はねこれだけで思い出せると思うんですよね何も覚えてないで、また、あの、折り見て書きますわ、またあのなんか斬新なアイデアで、はい、まあ、あんまり斬新すぎるとただ落語になりにくいんで、その辺ギリギリのあたりでようこんなこと思いついたなというのはあったらまた頼ますわ、宇宙船がビュンビュン飛びゃいいってもんじゃなくてね、あダメですね、なんかじいちゃんとばあちゃんで茶漬け食うてるとかそんなんですよね、そんなんがおもろいですね。